はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。始まりましたね。イケメン武道会、5連勝以上でご褒美が増える。今日はね、こんなパーティーでやっていきたいと思います。獅子舞ガチャからね引きましたよ。そして G まで打てる。勇ましの種族効果アップ 7%。 これはなんか使えるぞ。勇まし族ではナンバーワンか。そしてハニーベロス横消しですね、ゲットしました。自身の妖怪プニを消すとフィーバーゲージが溜まりやすい。そしてトイレの花子さん、前回のイベントでゲットしました。使っていきます。自身の妖怪プニを出やすくする 1.4 倍。ブラックアーミー、妖怪プニを消す。そして百鬼飛行、転生妖怪使っていきます。 G まで打てます。前回のイベントでねゲットしました。デカプニが降ってくる。さあこんなねパーティーでいきましょうか。さあロボ面剣、今回のこの転生武道会、まあオーソドックスなね武道会で、まあ特にこれといって新要素はね、まあいろいろ予想しましたけども、まあ蓋を開けてみれば普通のね武道会と、まあ挑戦者としてねイケメン魚がやってくる。そしてチャレンジステージありということで、まあ前の武道会とほぼほぼ同じような感じかな。お、杖。このハニベロスがですね、まあトーナメントの全ての敵に対してダメージアップということで、まあ、SS ランクなんだけど、まあ、ランク Z 級に強い。だからこの埴輪がいればまあなんとかなるかなと思います。ちょっとねごく土の子入れてやっていきたいと思います。思ったほど Y ポイントがね稼げないので、まあいつものことなんですけども、まあ少しでもね稼ぎたいということで、まあスキルでね獲得 Y ポイントアップがあるごく土の子を入れました。さあまだね言ってもトーナメントね最初のうちなんで敵はねそんなに強くありません。まあ国消しでもね十分倒せると。おっと落ちたぜ。まあ最初のねお宝必殺の秘伝書、まあ結構ねドロップ率いいんで、まあここはね僕は横取りありモードでやっていますけども、まあ横取りせずにね集め切りたいなと思います。だからまあ予定としてはですね、まあ最後のお宝、まあでも3つ目のお宝もね少し最後の2色ぐらいはね横取りしないとちょっと厳しいかなと思いますけども、まあ1個目のね秘伝書、そしてスキルの秘伝書はですね、まあ特に横取りせずにですね自力コンプリート目指していきたいなと思います。まあでも状況によってね色かぶりがねどうしても激しくなってきたら横取りに行っちゃうかもしれませんけども、まあなるべく横取りチケットね温存していきます。今回ですねまだね僕はね横取り時のね特殊能力持ちアップキャラがね引けていません。なのでいつもはですね、まあ、横取り時のね強さアップキャラ引けて、まあ、横取りやってるんだけど、今回それがないので、まあ途中でね確率超アップとか来てうまくガチャから引ければねいいんですけども、このままもし引けなかった場合はこのなし状態でね横取りをコンプリートしないといけないんで、ちょっとね作戦もね考えておきます。さあ落としませんねお宝。さあ落としてくれよ。さあ花子さん、花子さんいいよね。何がいいって強いんだよね。おしお宝ゲット。まあ最初の方はね色かぶりもなくサクサクとね集まっていきます。さあ2ページ目。さあ今日集め切りたいとこだね。さあそして新キャラの獅子舞、おーかっこいい。大量プリケシー強え。おっと来たぜ。さあ3ページ目順調です。さあキャラもねレベル上げていきます。さあウサピョン、なんか今回武道会なんだけど、なんかこの背景とかさ、この出てくるキャラとかがさちょっと武道会っぽくないんだよね。今回登場キャラがねなんかいつもと全然違うよね。まあでもね今のところ
まあ後半どうなるか分かりませんけども、特にねいやらしいギミックのあるねボスキャラみたいのは出てきていません。確か前回のイベントもねあんまりそういういやらしいねボスキャラ、まあ、デカニャンとかねギミックがあるキャラはね出てこなかったんで、おっと紫色、まあ今回もねあっさりいけるんじゃないかと思ってるんだけど甘いか。一見今までと同じ武道会に見えるけど、なんかあるのか、罠が待っているのか。お、今なんか一瞬イケメン魚見えたんじゃないの、なんか見えた気がするんだけど、どうなのイケメン魚。さあそして色かぶり、早速色かぶり。お、挑戦者イケメン魚来ました。乱入、連勝には関係なしと行きましょうか。勝てるか、なんかむっちゃ強そうだぞ。イケメン魚が現れました。反撃、そして必殺技効果無効か、いつものやつだよ。そして種族制限があります。さあ勇ましでいこうか。そして復活火の鳥入れておきましょう。今回ね獅子舞ゲットできたんで、まあ獅子舞を生かすような感じでいきましょうか。ちょっとね味見いきます。さあステータス HP が 22万2428、 攻撃が906ということで、22万かちょっと厳しいかな。特殊能力持ちのねこれアップ度がどれぐらいにもよるけど、そして770までね下がりました。若干下がったけど厳しいぞ。ちょっとねキャラ変えましょう。強キャラ、ちょっとね HP がなるべく高めになるようなパーティーで行った方が良さそうだ。ちょっとね攻撃が激しいです。こんなパーティーでちょっとね味見行きましょうか。さあイケメン魚、さあフィーバータイムに持ち込んで獅子舞でいけるかっていうか、フィーバーゲージたまらんじゃねえか。これはどうなの、無理だよねこれ。フィーバー無理ですね。3カウントごとにキャンセルされたら相当長くつないでもやっぱ無理だね。フィーバータイム外で倒せってことか、ちょっと無理ゲーじゃね。22万でしょ、まあ獅子舞でどれぐらい削れるかにもよるけど、ちょっと厳しそうな感じするな。やべえな。厳しいね。いきます。早めにフィーバーイン無理なんだ。フィーバー関係なし。だから獅子舞をまず貯めて G まで貯めて、もうフィーバータイム外でも打っていく。それでまあワンパンとかねどれぐらいダメージいけるのかだよね。ちょっと G までしっかり貯めようか。さあこれで失敗、どうだ。反撃痛いね。3分の1ぐらい残っている。2発か。さあ好物与えました。さあブラックダイヤにはこれでいったか。お、無理だ、全然無理だ。やべえな。やっぱフィーバータイム外だと全然ダメージ出ない。ちょっとね獅子舞の技レベル上げましょう。今ね3でやってたんで、さあざっくり5まで上げました。これでちょっとどれぐらい削れるかだよね。さっきの感じだと厳しいな。フィーバータイム外で削るっていうと相当辛いぞ。ブラックダイニャン持ってしてもちょっと減るだけみたいな。これは厳しいね。まあ種族相性的にもちょっと勇まし不利か。さあ獅子舞いってどうだ。3分の1残るね。あまり技レベル上げても変わらない。でもちょっともう少し上げよう。さあそしてバンバラヤ入れてみようか。フィーバータイム外でか。そして
なるべく勇ましのね種族効果がつくような感じのパーティーで行きます。さあこれで行こう。どちみちなんか一発ではちょっと辛そうだ。2発3発打ち込めるパーティーか。復活キャラは必須かな。さあまずね技ゲージしっかり貯めていきます。ちょっと G 技レベル1なんで威力あまり出ませんけども、さあここで獅子舞まず一発で反撃が痛いな。そして獅子舞のデカップにちょっと作っておいて小物与えます。そしてバンバラヤ打って技ゲージ多く貯める。お？マジか、これは辛いぞ。